再会。間髪入れずに再会してる。間にパッツを入れずに。回復だ。いや、必殺か。いつ使うときなんだろうな。これ使うときじゃない？っていう気もするけどな。合体。巻き込み範囲がね、狭すぎるね。戻る。回復？もう良い子はお眠りする時間ですね。今一つ敵の戦い方がよく見えてないうちから、よく見えてないうちからあれしてる。よくわからないまま戦ってる。さくらくんがやられたい放題だ。まずいぞ、死ぬぞ、下手したら。うーい、やぶねえ。ガトチュゼロしたい。敵さんも追ってこないもんね。どうすかな。通常攻撃。ヘア。移動する。ちょっと待てよ。ちょ、えんか？こっちでんか？一撃は倒せまい。こいつはなかなか強い。ああ。スーパー。リンパ。リンパがですね、リンパの流れが。ここをね、リンパをね、このリンパの流れがね、体の中からリンパを刺激していきますよーって言って、つってね、なかなかね、手で届かないところなんですよーって言って、つって、リンパの流れがどうのこうの。王家方針。アイリス待ちなところがある。これも半分エースでしょ。アイリスの回復で。あれ？みんな傷ついてないよ。桜木だけ直してくれれば、まあ大体まあって感じだね。どうすりゃいいんだろうな。こっち側もあんまりすることないんだけど。どうすっかな、俺もな。ほっといていく。ああ、眠たいと本当ないが、考えられることが少なくなっていくね。こういうテンションでお話したい人とはね。しかし実況やるテンションではない。これはもう何も考えてないぐらいの気持ちの方がいいんですね。いつも人と話すときとごちゃごちゃ考えすぎる。ごちゃごちゃ考えた上で何の役にも立たない討論に終わる。人と話すというのはそういうものだ。お話も好きだけどね。好きじゃなければ実況なんとらんかな。でもなんか自分のなんかなんだろうな、なんつったらいいのかな、自分の会話のテンポに合う人合わない人っているよね。それをそのいいとか悪いとかじゃなしに、まあ、いいとか悪いとかなんだけど、どちらかというと本当になんかその合う合わんがあるよ。悲しいけど。この人とはなんか話の波長合うけど、ここはなんか全くこうなんとどっかこうずれるなみたいな、話がなんかずれるなみたいな、
あるよね。何なんだろうな。IQ なのか。高すぎる人もあかんし、低すぎる人もあかんの。自分に合った頭のレベルの人と話すのが一番心地よいみたいなね。すげえバカ話してるだけじゃんっていう人もいるじゃん。それ、そこを、そのバカバカ話してる人じゃんっていう人同士は別になんか、その輪の中では成立してたりしてさ。それ何なんだろうなっていう。すごく頭がいい人だからとか、そういう人と話したからといって、会話のなんかこう、うまいことね、繋がらなかったりね。そういうこともあるよな。はい。全部倒す。そう。別にそんなに怖いとは思わんよ。全部倒すことが。え？何これ？どうしよっかな。よっしゃ。そういうつもりじゃなかった。同じくらいってね。また会話のなんかこう程度の話に戻るけど、会話の程度の話に戻るけど、同じくらいかなみたいな、2人がいたとしてさ、同じぐらいかなみたいな2人がいたとして、片や片方はなんとなく話がある、別に頭の良さ、良し悪しで言えばそんなに変わらないような2人でも、なんか全然全くそのうまいこと話がこう噛み合わないみたいな、あれあるよね。そういうことがね、その噛み合わないことが悪いとは思わない。噛み合わないこともあるんだろうなっていう。結構会話スキルある、トークスキルある方だと自分でも自認してるんだけど、それでもなおなんかこういまいちこう空を切るような感じだなみたいな、なのれんに腕押し感のある会話をする場合もあったりなかったりすることもあったりなかったり、わからんのだよな。だから例えばすごく、俺が綾小路君丸だったとかだとしてさ、その笑いが起こるかどうか、そのね、それは割とこう運任せというかね、起こる場合もあるし怒らない場合もあるし、起こせ、笑いにつながるようなレベルの、みんなこう、一応に受けるわけじゃん。そういう、お金を、公演とかでお金をもらってる人だとして。それってすごいことですよね。誰に話してもこう、それなりに受けるみたいな。それって、すごいと思う。ああ、間違ったいって。間違ったんじゃって。よっしゃ、やってやるか。やってみっか。よっしゃ。まあどうもちょっと噛み合わんなみたいな人と、必ずしもそういう人とこう倹約になるわけではないけどな。必ずしも倹約になるわけではない。むしろ噛み合わない人の方がなんか。噛み合わない人の方が続くような気がするね。噛み合いすぎると良くないという言葉があるかもしれない。いやー、わからん。自分でもなんかこう、トークとしてなんか成り立ってないな。成立してないな。適当になんかこう、思いついたことを何も考えずにダラダラ喋ってる。まあ、そんな時もあってもいいでしょう。この戦闘パートでね、何も喋らずに黙々と戦闘したらこなしたらね、それはもうおしまいよ。それはもうおしまいよ。なんかもう別に何も言うことなくても話しとく。それが実況者としてあるべき姿なんだと思います。今日の野球の話みたいなのはさ、桜大戦なのにベシッとこうね、ぶち込んできてもいいと思うんだけどね。まあ、それはさすがに、はばかられるか。言ってみる。合体を言ってみる。見事にこのベニトカゲ隊を、全滅に持っていけるそう。お？帝都の未来。放線か。
まあまあまあ、そういう必殺としては悪くないよね。合体必殺としては。演出的にも小ざっぱりしてていい感じよ。すげえ、この二人観念しろ、もはや後はないぞ。これ式で勝ったと思っているのか。ん？ん？全然聞かないわよ。これで終わったと思うな。どういうことだ。それだ、行きますわよ。厚橋の悪い感じに。ボディに一発いってるな。さっきのトラレって何だったんだろう。セーブ、とりあえずセーブ。あ、10分なんでね。10分なんでね。ちょうどいい感じだと思います。後日談まで含めてね、ピッタシ終わると思う。次回予告も見えますね、今回でね。タラレ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 ラリ。さっきのあの構成みたいなの何だったんだろうな。やれやれ、今回は苦戦だったな。だけど、かなりスミレ君、よく戦ってくれた。スミレ。スミレ。サスケ。お前さん、なかなかやるじゃん。そんな。まあ、私には劣りますけど。一緒言ってるバカ。一緒言ってるバカ。そういえば、スミレ。忘れていましたわ。はいはい。あら、そういえばか、あ、あ、すっかり忘れてた。もうダメだ、エビの毒。その程度のお二人さん。またしとき。うちこんなこともあろうかと毒の検知器も。こんなこともあろうかと。コーランってなんでそんなものをいつも都合よく持ってるのかしら。あの、なでしこの売り畑を思い浮かべる。つい、あれ、こんなビジュアルがあったっけ。何の毒なんでしょうね。どの手の毒なんでしょうね。アナフィラキシーと。初めからコーラン連れて行ったら。この神崎すみれ様が雲ごときにやられるはずがありませんわ。ほほほほほほ。ああ、じゃあ俺の苦労は一体何だったんだ。胃が痛くなってきた。まあ、こんな時代だからな。大丈夫ですか。どうした、さくら。なんかさくら君が吹っ飛ばされたようだけど。放っておけばよろしいですわ。それより私が勝利に手厚いお手当てを。ふふん。お姉ちゃん治るものも治らねえよ。え、そう。え、そうとか言って。なんやっぱスミエ君ルートに行きそうな気がするな。ブスに手当てされたら、あ、吐いちゃいますもの。なんだとこら。根も葉もないこと。なんですの？根も葉もないこと。心にもない。え？いつものスミレとカンナに戻っちゃった。なんて言うんだろう。仕方ないわね。ずけずけと。でも仲がいいほど喧嘩するとも言うし。実は見えて、クロノスカイも撃退したし、めでたしめでたしですね。ですね。いいが、おーい、俺誰か、俺ガスター10を持ってきてくれ。H1 受容体、拮抗薬を当てた。もうすぐ始まる。ガスター10って H1 で当てた。愚か者の宴が。違うか。愚か者の宴が。お？なんだなんだ。しか。お？見つけた。これは怖い。大神くん、敵の真の狙いが分かったわ。クロノスカイは帝都に魔術をかけようとしているのよ。お？奴らにこの程度は渡さない。さくら君が。次回桜大戦、帝都大崩壊、大正桜にロマンの嵐。頑張ってね。
これは面白そうだもんな。いよいよ桜大戦のこう、桜大戦の本物の本当の桜大戦をお見せすることができますね。こういう感じなんです、桜大戦というのは。今まで余興に過ぎない。こういう感じなんです。いよいよ話が真に迫ってきた。あ、焼き容量不足してるってよ。大丈夫か、こんなどんどんセーブしていって帝都大崩壊ってことで。いやちょっと次回楽しみだな、次回楽しみだな。あんまりしっかり覚えてないっていうところもあって、どんな話だったのかちょっと今からワクワク頭なんてか、早く桜大戦進めていきたいなっていうことを思うわけですね。それじゃあまた次回第6話帝都大崩壊でお会いしましょう。ほんなまた。